出てきた。おお、ちょっと待って、こんにちは、チョメです。今日はリングマの進化前のヒメグマの大量発生の出し方をやっていきます。まずピクニックでこちらの料理を作ります。トマトスライス、ライス、ハラペーニョ、マヨネーズ、カレーパウダー。スパイスはカレーパウダーとマヨネーズを使っております。具材に関してはトマトスライスとライスとハラペーニョです。こんな感じに落とさないように乗せれば OK です。でパンはでピックは何でも OK。 ハイパーカレー風サンド、ノーマル遭遇パワーレベル2です。料理の材料に関してはオーラオーラや缶の大将、ベーカリーオルノなどで購入ができます。食事パワーがこのように発生してます。遭遇パワーノーマルレベル2です。場所はここ東一番エリアに空を飛ぶで行って、ここで時渡りをすれば発生しました。時渡りのやり方はホーム押して設定して、これを1分戻すとどんどん変わっていきます。これを繰り返してたらヒメグマが大量発生しました。私は運よく5分ぐらいで出たんですが、運が悪いと5分以上かかるかもしれません。ヒメグマの大量発生の場所に到着しました。まず60匹倒します。右側に表示が2回出た後、7匹8匹追加で倒すと、61匹以上になってると思います。結構そこそこいます。だから数はね、数えなくても大丈夫です。大量発生したヒメグマは少なくなってきている。今表示されたのが1回目です。ここ楽だな、逃げてる。坂は上からこうやって出す感じですね。脇もいいですね、すごく。コンパンが寝てる、かわいい容赦なくやっつけるという。まだかな、もうそろそろ60になると思いますけど、右上の表示はちゃんと見とかないといけない。出てきた。おお、ちょっと待って、みんなレポート早く。あ、まだ60匹倒した。出ました、皆さん。うん、2匹いるんだけど、ちょっと待って、左にもいるんだけど、これほらおかしいよこれ。ちょっとおい、まだモンスターボールにしちゃった。うー、後ろにいた。まあ、セーブしてるから大丈夫だと思うけど、ずっといるよね、あそこに。ちょっと全然考えてなかった。キノガッサくんとか入れとくのがいいですね。こんなに早くで、まあ、確かにね、ヒメウマめちゃめちゃいた。60匹倒す前に大量発生めちゃめちゃしてた。運が良すぎ。焦っちゃうね。1匹捕まえた後レポートして、ちょっとあっちをのんびり捕まえよう。キノコの胞子だな。メスだ、かわいい。録画撮ってたよね、私。何喋ってたか分かんないけど、びっくりしちゃって、なんか変な緑の物体いるなと思ってたんですよ。目に打ち合って、こんなに簡単に出ることってないですからね。下手したら1時間かかりますよ、多分。ちょっと待ってよ。プレミアにしとくか、最初は。とりあえずね、プレミア。もう一個あるかな。OK。料理とかも何も使ってないですからね。まだ60匹も倒してないし。一応証拠を見せましょうか。これです、ほら。通知はありません。ここでもう一回レポートして消える前にね、一回レポートしてたらもうここでリセットしてもこのヒメグマはいますんで大丈夫です。
ボックスで移動させとこう。努力値とか変に入っちゃったら困るからね。いやー、何ボールで捕まえようかな。あと60匹倒してないっていう証拠も見せましょうかこの後ヒメグマ倒した右上に表示が出てくると思う。あ、またブロロンになってた。今度はボスか。でこのヒメグマをレベルアップさせるとギングマになります。キノコの胞子、かわいい。稲打ち、あと夜中だから本当はもっと心の底から喜びたいんですけど、声をめっちゃ抑えております。まさかね、今日ね60匹捕まえて、次の日ちょっと時間を戻して調整してゆっくり捕まえようかなと思ってたんですよ。ゴージャスボールにした。あまりね大きな声出しちゃうと怒られちゃう。いや嬉しいですね本当。何か持ってるかな、リボンとかも。移動する。これ今誕生日の日にやってるんですよ。一応強さを見る。まさか出るとは思わなかった。つけてるリボンは特にないか。ちょっとまだ60匹倒してないからね右の表示が出てくると思うから。ここ結構出たからね、出ましたからね。この辺に出た。ちょっと追加で倒しますね。右上の表示を出さないと。カットしたいけど、カットしたらまだ60匹倒してない。だから本来は60匹倒して出現率が上がる感じですからね。この辺とかにも出るし、この下にもいっぱい湧くんですよ。ここヒメグマこんな感じ。ピクニックとかいらなかったんだミンヒアとかみたいになんか探しやすいかもしれない。こことかネッコアラとかもいますね。ほら、大量発生したヒメグマはさらに少なくなってきた。この表示が出たら、まあ、追加で6、7匹倒して60匹以上になるから、セーブしてそこからピクニックしたりとか、ちょっと離れてもう一回見てみたりとかして色違いを探すっていうのが本来のやり方なんです。あとちょっと見すぎました、私ヒメグマパーティーに入れてるじゃん努力値が勝手に入ってるヒメグマって努力値何本上がるんでしたっけ。まあ攻撃ならまあこれでいいんですけどね。まあレポートしてるから大丈夫か、捕まえる前にね。でこれで60匹以上倒したなって思ったら、まあ、レポートをしてで探してやるみたいな感じですね。ここだから大量発生させたらなんかいっぱいヒメグマ出るのでね、なんかおすすめだと思います。リングマの色違いの入手方法は、ヒメグマにレベルアップさせると進化します。これがリングマの入手方法です。今はね経験飴などをあげました。こちらがリングマの色違いで、こちらがヒメグマの色違いでございました。めちゃめちゃ運が良かったですね。でピクニックしてこんな感じに湧き直して探すみたいな感じになっております。ヒメグマとかこう結構ね移動しただけでたくさん出てくるので、またいなかったらピクニックで消しての繰り返しで入手できると思います。最後に場所をもう一度確認しておきます。ここに出ました。ここでやりました。ヒメグマ、リングマでした。ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。